第7試合セミファイナルはウェルター級3分3ラウンド、3ラウンドが終わって決着がつかない場合は1ラウンドの延長ラウンドが用意されております。牧平対加藤、31歳牧平対23歳加藤コーナー、 K1 クラッシュファイトウェルター級世代闘争、時代を変えるか、それともまだ渡さないと牧平か。ラウンド今戦いのゴング、まずリングのセンターポジションを取ります加藤コーナー、ローキックで入っていこうという牧平、そこに右のハイキックを合わせていきました加藤です。最初さん、はい、まず加藤が戦前からかなり辛辣な扱いありましたね。そうですね、はい、この試合もね、あれですよね、一個前の島野選手と悟選手と同じように30戦を超える選手とまだ5戦目、6戦目の、はい、こういうチャレンジマッチなんですけど、チャレンジマッチと思わないぐらいね、やっぱこの加藤選手のオーラがありますよね。そうですね、はい、で全く雰囲気に飲まれてないんですね加藤の方が。そうなんです、緊張、いい意味で緊張感ゼロの入場でしたからね、もうリングを楽しむ 100% の力で楽しむっていうエネルギーを見せてますよね、うん。そして普段からサウスポーの牧平に対して今日も加藤がサウスポーで、うん、構えています。どっちもできますからね。そうですね、打ってこいと加藤、左のストレート、左の目で返していく牧平です。さあ武尊選手、はい、まだ始まって1分少々しか経っていないんですが、はい、この立ち上がりはどういう印象ですか。そうですね、牧平選手はもう蹴り蹴りでしっかり削ってっていう感じなんですけど、はい、加藤選手は結構こうガツガツいってるんで、ちょっとまだ分かんないですね。おー、一発打ち抜いた、バチンという重い音、うまい。牧平選手は狙ってたんですかね、うん、やっぱベテランのうまさありますよね、うん、しっかりガチャガチャの中でもしっかり見てるんで、うん、飲まれないですよね。まず一つ最初にダウンを奪ったのは31歳プロ37戦目の牧平です。左のミドル、まあもともと石川さん、牧平はこの蹴りが得意なんですけどもね。そうなんです、牧平選手は蹴りですからね、一回蹴りが蹴り始めに止まらないですからね、はい、あとイージーな受け方をしたら受ける選手たちが危険なんです、うん、というのはサンドバッグのように蹴られちゃいますね。正面で止めて受けたりとかするとダメですね。ちゃんと回して受けるとかしないと、回り込んで受けるとかしないと、もしくはカットしないと、どん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 前にノンストップの蹴りが飛んできますからね、はいはい。まあ、加藤コーナーは牧平に対してローキックがしつこい、まあ、逆に自分がローキックを効かせてやろうと思います、まあ、そんな大胆な発言もありました。バックアンドブロー、ただ牧平はローキックもそうなんですが、今日はミドルキックも対応してまいります。牧平選手は、ね、この加藤選手の蹴りのタイミングを、ね、見抜いてなかったら、あのストレートドンピシャでダウン取れないですからね、はい、第1ラウンド残り10秒切っています。これはノーダウンです、ダウンではありません。左のローキック、左のストレート打ち込んだところ、これは聞いてますね。今ダウン、ゴングと同時でしたね。ダウンではありません、はい、ゴングの方が先だったということで、今のはダウンではありません。これ今しょうがないですね、同時というかゴングと。ダウンではございません。ただ今のはまず牧平がこの左のストレートでダウンを奪ったんですが、加藤コーナーも今終了、まあ、ゴングが鳴った直後に左のストレートで大ダメージを与えました。これです、これ武尊選手、ただ牧平ちょっとダメージありそうです。いや今のはあると思いますね、この1分でどれぐらい回復できるか。いや試合動きますね、この後まだ、ね、いや岸さん、はい、31歳対23歳、はい、これも生き残りをかけた非常にシビアな試合です。いやそうですね、加藤選手、レオナ選手の弟さんということですごい注目してたんですけど、はい、牧平選手の白骨の暴れ馬っていうのがすごい気になってるので頑張ってほしいですね。まさに逆境から反骨精神、自ら道を切り開くしかありません牧平啓太です。そうですね、牧平選手こういうね苦しい場面何回も何回もね、逆転するような、ね、気持ちを見せてきましたからね、はい。まあ、ただ
加藤コーナーもこれは武選手、はい、手応え1ラウンド終了間際あったでしょうから。そうですね、睨んでいきますよね。そうですね、今聞いてるのは分かってると思うんで、左のジャブが上がった、一瞬顎が上がった加藤コーナーです。右の前蹴りサウスポーの牧平、オーソドックス右のインローを蹴っていくのが加藤コーナー。これ武選手、勝負のポイントってどんなところになりそうですか。そうですね、もうあの加藤コーナー選手はもうダウン取り返さないと勝てないんで、もう行くしかないんですけど、牧平選手はそうですね、もう 蹴りしっかり蹴ってパンチまた当てれたら感じですかね。マキラ選手は本当に、ね、ファイターとして劇場型なので、はいはい、ここね、あのしっかりとやるべきことを、ね、的確にちゃんと蹴って、あとガードをしっかり固めるということを徹底する、してほしいですよね、はい、さっきやっぱあの蹴りのマキラ選手の蹴りのローキックのタイミングで合わされてたんで、はい、蹴り蹴ってる時にあのパンチをしっかり見てないと思います。まあ、そういう意味では石川さん、マキラがローキック強いので周知の事実ですから、そうなんですね、そこの対策を作ってきたんでしょうね、はい。そしてサウスポーオーソドックスとスイッチを見せる加藤コーナーです、うん、やりづらいですよこういうのは本当に、ね、距離感が1回1回1秒1秒変わりますからね、ただ今一瞬マクーラもオーソドックスに見えました。オーソドックスに足をスイッチしてこの度飛沢空を切っています。左加藤コーナー、コーナー選手はもうここで行きたいですよね、うん、やっぱスタミナとかがやっぱ若い方が有利だと思うんで、後半取り返したいですよね。まあ、前回は3ラウンド目に入って一気に足が動かなくなった、まあ、22キロ減量してスタミナ不足になったという22キロ減量したんですか、はい、反省の部分がありました。まあ、今回はですから普段から節制してコンディションを作ってきたと話をした。左を切った、左の拳で倒したハイキックからのワンツー。さあ立てるか、マキヒラどう、立ち上がった、まだ死んでいない、残りは20秒、残り20秒、あー左、再び左、右倒した、止めた、2ラウンド2分48秒、感覚的なところなんですけど、試合を楽しみまくってたのが加藤コーナーという気がしましたね。マキラ選手はなんか焦っちゃったというかですね、はい、この加藤コーナーを捉えよう捉えようって何かに追われて戦ってた気がするんですよ。それを加藤コーナー選手は、ね、暴れ馬をいなしていなして楽しんだっていうな結果な気がしますね。ロデオロデオして、はい、最後は仕留めたと。そうですね、はい、マキラ選手いかがでしたか、はい、そうですね、マキラ選手もすごいんですけど、加藤選手あのスイッチができるじゃないですか。でスイッチして両方このサウスポーでも左のストレート強いの打ててるんですよ、はい、でダウン取ったの最後右のストレートなんですよ。どっちもどっちもで強い、倒せる攻撃打てるっていうのは強いなと思いますね、こんにちは。いや1ラウンド、まさか倒れると思わなかったです。いやまあでも、自分が甘くて、まあ、ケース選手がめっちゃ強かったんで、めちゃめちゃ、あ楽しかったです、やってて。で、次の試合、兄ちゃんが、やるんですけど、まあ、弟がこんな形で勝ったんで、兄ちゃんもやってくれるでしょう。で、まあ、そんな期待せずには行きたいです。で、次、まあ、元チャンピオンに KO したってことで、まあ、バケモンですけど、木村選手、ミノルさん、タイトルマッチお願いします。今このタイミングで兄弟で取って、母親に、今テレビ見てくれた母親が、まあ、すごい勇気づけてくれると思うんで、あと、テラスハウス、待ってます。ありがとうございました。ご視聴ありがとう。言いたいこと言いましたね。ミノルへの挑戦とテラスハウス。今の若者っぽい。そうですね。はい。勢いのままね、どんどん言うてなる。それも一つプロの形ですから。
ね、その魅力を、ね、どんどん発信するべきですよね。そうですね、はい、加藤コーナー劇的な KO 勝利でした。